こんにちは、ゆみです。今日は猫のミミと一緒に出てます。どうぞ今日も最後まで動画をご覧ください。以前の 3LDK のお部屋の時の収納です。プラスチックの青いボックスをふんだんに使ってますね。自分ではシンデレラフィットと思ってすんごい自己満足をしていました。右側のカップボードにしまっていました。左側の小引き出しご覧ください。これが今の部屋で使っているものです。今はこの小引き出しに入れてすっきりと収納しています。でも何年かしたらこの小引き出しの収納も変わってるかもしれませんね。今日はちょっとだけいいことがありました。これを見てください。キャンドゥでカットガーゼが買えました。マスクは全く買えないんですけど、ガーゼももうどこも売り切れてしまって、それでも SML、 まあぶっちゃけ L しか使わないと思うんですけど、マスクの中に入れて使おうと思ってます。飲食業やっていて、正直ご飯食べるときみんなお客さんってマスク外すじゃないですか。休みたいんですけど生活できなくなっちゃうから、もうほんと嫌です。動画の中でご紹介させていただいたシトラスチップスです。なんとこんな私にさえも質問やコメントをいただくことがあります。これについてご説明します。7種類のミックスって書いて柑橘系のドライのチップスが入ってます。これは私はイオンで買ったんですけども、声優でもありました。スーパーのフルーツのところのコーナーでありました。こんな感じですね。食べることもできちゃうそうなんですよ。私は詰め替えて冷凍庫に入れていたものがあります。これを使っていきます。美人さんです。あら、あや、入らない。なんかもったいないからこっち入らん。こないだも同じこと言ってる。結構大きいんで入らないかも。あ、入ったね。入らない。あんまり崩れちゃうと飲むときになんか突っかかっちゃう感じするので。入るかな。あれ、いやー、どうしよう。入らない。うわ、もったいないな。いや、戻しちゃう。これは入りますね、きっとね。よし、これくらいいいのかな。なんかこんなの入れちゃおう。どうしようかな。これも入れちゃう。ちょ、緑入れたいですね。緑ライム。うわー、大きいのばっかり。あ、ちっちゃい子がいた。かわいい子がいた。入れます。ラスト、こんな感じです。これにお水を入れていきます。これで冷蔵庫にしばらく冷やしておきます。もうこれで完成です。今日はこれです。これキャンドゥで見つけたんですよ。フルーツミックス。これイメージって書いてあるけど、ほんとどんなよ。梨、黄桃、パイン、ブドウ、サクランボって書いてあるんですよ。いや、どんな。これをアイスクリームにのせて食べたいなと思ってるんです。開けますね。どんなかな。イメージ画像ですからね。あ、なんかプシュって言うと思ったら全然言わない。どういうこと？よいしょ。あ、開いた。なんか、いやいや、あ、そうですかって感じで。あー、まあねーって感じですよね。本日はもう買いました。全部取るつもりなかったんですけど、もう逆さまにしたら取れちゃったので、これでいいことにします。今日はメープルシロップをかけようと思ってます。やってみたら意外と美味しそうですね。アイスが溶けてきたらもっと美味しそうになってきました。今日は下にレースコースターを敷いてます。すごい可愛らしくなりますね。ぜひレースコースター使ってみてください。保護猫を飼っています。ミミというオスです。なんかぐゆぐゆ言いながら今ふみふみしています。もうこうやってガリガリってわかります？可愛
れたりしてるんですよ。でもしがみついて可愛いんです。コロナの影響でお仕事がほとんどなくなってしまいました。辛いことでいっぱいですが、この子と一緒に楽しく暮らしていこうと思っています。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ゆみでした。バイバーイ。痛い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 。